What?
Oh.
Oh,
わ。
いかがでしたでしょうか。インド女性の大使なんですけど、ワドワ大使の非常に強い願いを私ども NPO 小さな力ですけど、叶える努力しまして、外にある紅茶は東京葛西のインド人会の会長さんが寄付をしてくださいましてですね、で、ビールの手配もそれで原価で200円でございます。あれが残ると私持ってかなくちゃいけないんで、で横浜のサニーさんっていうカレー のお店の方がこのカレーをですね冷凍でなくて、来る宅急便で、おいしいものをと。で、明日、明後日に関しては、シェフも、休みなので、シェフも2人連れて、陸前高田と、仙台市でやるというようなことで、日本の方からも、あそこの物産の方で、ちょっとにぎわいをということで、アジハンターの方が、駆けつけてくれましてですね。小さいながらも、ここで、ずいぶん前に、私の美術館、ミテラ美術館の協力しまして、テラコッタ、素焼き の馬がですね、できて、大きな馬は壊れたそうですけども、小さいのが残ったのがあそこにあって、売ろうかななんて言ってましたけど、でもそうやってこう、インドとの歴史が、この七ヶ浜国際村はこう、ずいぶん前からありまして、そんな縁で、こちらが決まったのかなと思います。皆さんも今日はそういうこの関係者の熱い協力があってできましたので、また遠いところからこうやって来ていただいてありがとうございました。とにかく善と悪があって いいものが必ず買っていくんだという分かりやすい物語で、分かりやすいその魂をこの神社でねやる神楽と同じで報道舞踊でございますので、この、地に少しでも何かになればということで大さんがこう頑張りましたので、最後大きな拍手でお願いします。もう各地でみんな写真撮りたいわとかですね、公演中はちょっと、控えるとかなんだとかみんな控えませんけども、こう例えばここに上がられてね、一緒にこう写真撮るとか、あんまり長い時間は無理なんですけどね、今日は一ノ関まで飛んでいかないと明日がちょっと難しいので、どうぞこの写真を記念に撮られる方は上がってきてください。で、あちらの方もまだビールが大量に残っております。さあどうぞ上がってください。では自然開催になりますので、ではお願いします。最後アナウンス。講義は全て終了いたします。本日は七ヶ浜国際村にご来場くださいまして誠にありがとうございました。加藤さんは行ったよ。
首もシュって細かったよね。ホールの前のホールの椅子でそこから動かしてなければ最初の時ね、その後は分かんないけど、はい、はいはいはい、じゃあ今ホール客席、はい、一回じゃあ一回切るわ。